もう臭い、なんか臭い、なんかどう臭い。はい、どうも、木田です。はい、ちょっと久々にここにやってきました。初釣りというか、初バス釣った以降ですね。来てなかったんで。というか、なんかめちゃくちゃドロドロなんやけど、水。多分上で工事やってんな。汚すぎる。濁りすぎ。そして安定の臭い。はい、まずね、ブレディにキャラメル 3.5 を寸詰めしたもの。これでいきます。濁ってるんで、割とアピール高めで。なんか鯉とか船とかめっちゃ死んでんねんけど、何これ。え、魚死にまくってるで。え、魚の死骸だらけだけど、バス大丈夫？こんな中でバス生きてるか。っていうか濁りすぎやなこれ。さあ、なんか水、魚の死骸の匂いがえぐい。こんな状態でバス生きてるんかな。これバス多分あかんな。これ終わったかもしれんな。魚死にすぎやな多分。やけど、上でね、工事をやってて、で、まあ悪い水を流してるわけじゃないかもしれへんすけど、まあこの濁りなんですよ。ドロドロなんですよ多分。これでね、まあ、エラに泥が詰まって呼吸困難になったか、まあ何か悪い水を流したか、まあ、たまにね、川とか、まあ、僕の地元っていうか、まあ、家のもうほんまにすぐ横を流れる川でも一回昔にあって、なんか工事やるときに工場からやばい水を流したらしくて、で鯉とか、まあ川にね、結構うなぎとかもいっぱいおったんですけど、大量死したんですよ一回ね。もうその川にいてる生き物が全て死んで、結構ニュースになったんですよね。そういうことがあったんですけど、それレベルで魚が死んでるんで、多分これはね、上流の、まあ、川で工事やってて、この、まあ、泥水が流れてきてるんでね、まあ、おそらく工事やってて、まあ、それの影響で魚が大量死したといった感じかな。こうなるともう多分ね、バスもほとんど死んだんちゃうかな。なんかもうね、船とか鯉とかが死にまくってるんで、船は結構ね、死にやすい。どっちかというと。まあ、結構ね、酸欠とかにも弱いし、実際ね、まあ、結構その酸欠になってプカプカ浮かんでる船とかよく見るんですけど、鯉がね、こんな酸欠っていうか、死ぬっていうことが、まあ少ないですよね。まあ、鯉の生命力ってえぐいんで、その鯉ですら死にまくってる。もうなんか地獄絵図になってる、この浅瀬が。その、よれっていうか、こう流れてるところになんかこう、あるじゃないですか。石があるみたいな感じのよれが。全部鯉の死骸なんですよね。船と。で、まあバスは、まあここのバス、特に個体が小さかったんで、多分そこに詰まることなく流れていったんでしょうね。多分やけど。ほとんどの魚が死んだんちゃうかな。まあ、全部死んでるとは限れへんけど、なんかそんな感じする。いつもやったらね、結構鯉の生命感とかあるんですけど、一切ないし、なんかベイトっ気もなくなったし。うわ、結構ここ家から時間かけたんですけどね、結構遠いんですよ。マジか、これはあかんな多分。もうね、まあ、なんか水が、魚腐った匂いしてて、頭痛なってくる。これはあかんわ。さあ、まあなんかこう、すごい悪い始まりですけど、移動したいなと思います。まあ、普段やったらあんまりね、こういうの使わないですけど、まあちょっとこれはね、まあ工場じゃ、工事の影響とか、そういうのが、まあ、魚に悪影響を及ぼす可能性があるというのを、まあ、知ってほしくて。まあ、結構そんなことで魚がほぼ絶滅レベルで死ぬっていうことが、まあ、知らない人も多いと思うんですよ。魚ってね、意外と脆いんで。まあ、おそらくそんな感じですね。はい。
はい、移動してきました。まあ、まだね、今時間が、15時56分、まあ3時56分ですね。まあ4時ですね。なんで、まあもうちょっとね、4時半ぐらいからかな、釣れるのが。まだこの時間も釣れるかもしれないですけど、プレッシャーゼロの状態で夕間詰めを迎えたいので、バス釣りであんまりこんなことしなかったですけど、場所取りという感じで、早めにやってきました。まあ、さすがにね、この狭さで、多分、人、入ってこへんと思うんで、もうね、狙いはまあ、ここ近辺ですね。なんかね、今日は水が少なくて、まあ、バスがあんまりね、この浅いところをそんなに行き来せえへんと思うんで、ってなると、まあ一番水深が安定してて、かつ魚が隠れれるスポット、ちょっと今噛んだな、隠れれるスポットがある、ここ、に、まあ魚集結してるはずなんで、はい。まあこの特に今、日が高い時間帯は特にね、まあ、この木の根元であったり、まあこの対岸のブッシュの中に、まあ姿を隠してるはずなんで、まあそいつらが、警戒心を解いてうろちょろする時間帯まで、まあ投げずにぼーっとしとこうかなと思います。まあその前にちょっと用意やっといてもいいな。抜けた。
フカベイト出た。乗らんかった。くっそ、マジか。終わった。マジか。ドキドキしてる。真冬やと思われへんぐらいド派手に出たな今。マジか。重み乗ったんすけどね。なんで乗らへんねん。意味分かれん。切れてるやん。なんでパレんねん。なんでパレんねん。マジでえぐい。重み思いっきり乗った。絶対でかい。マジかよ。心拍数えぐいわ。乗れよ。よっしゃ。うわ、ブレた。えぐいって。チェグいて、なんで乗らんねん。マジエグい。いや、ほんまにあれ絶対でかいで。2回ともめっちゃでかいと思うで。おそらく違うバスやし。Thank you.